銀行だってやっぱりビジネスでやってますし、このお客様とだったら一緒に、ね、共存共栄できるというふうに考えてる融資を基本的にはしてます。場合によっては担当者が融資を出したくてちょっと独走しちゃうこともあるんですけど、基本的にはこのお客様に融資してこのお客様に役に立てるのか、そこをすごく考えてます。銀行はそういう考え方をしてます。お金を借りる皆様の方も銀行とどうやったら共存共栄できるのかということを、考えてみてください。ちょっとそういう例としてここの今の本を紹介させていただきました。で、つまるところ銀行と関係を築くにはですね、人間関係を作るのと一緒です。全く一緒です。銀行の担当者も人間です。そこに勤めてる人も人間です。銀行って結構ちょっと特殊な世界なんですけど、個人個人の人は一人一人人間ですんで、人と人との付き合いということを考えて、皆様がどうやったらその人に信用される人になれるのかということが融資に関してのお話は、すごい基礎的なところなんですけど、お話をさせていただきました。ただしですね、そうは言いつつも今は非常に厳しい時ですね、融資は。で、最後、私の話の、最後のまとめ部分なんですけど、金融環境の現状と未来ということでお話を最後させて、ちょっと私最後からお話しして、終わりにしますけど、ここに書きました。大手行は軒並み今期2001年3月期、あ、に、ごめんなさい、平成21年3月期、最終赤字ですね、皆さん。メガバンク3行。つい最近、三井住友銀行さんが、当初の業績予想が1800億円の黒字だったのが、2日前か3日前ですけども3900円の最終赤字という業績下方修正を発表しましたね。で、なんでかっていうと、それは貸し倒れ引当金の積み立てが発生したからなんです。貸し倒れ引当金って何かっていうと、延滞債権に対しての手当てするお金を金融機関は引き当てなきゃいけないんですね。会社経営者だと貸し倒れ引当金って概念をお分かりになると思うんですけど、で、それを要するにそれだけ貸し倒れが発生したっていうことなんです、去年。それは不動産だけではなくて、企業も含めて全般的に含めてです。で、不動産はフルローンとかであってかなり無理な融資をした人を中心に、破産あるいは延滞という形になってます。なので、ちょっとしばらく融資に関してはちょっと厳しい時が続くかもしれません。これはもう正直な話で、ちょっとこればっかりはですね、どうすることもできないんですね。私の仕事って融資コンサルタントっていう肩書きでやってますけど、もうこれ融資出す出さないは銀行が決めることですし、銀行の上層部が決めた方針をその支店の末端の人たちは守ってるだけですんで、担当者はやりたくても銀行の方針があるんでできない。で、もう一個はですね、メガバンクとか、地方銀行、信用金庫、あれ信用組合、いろいろこうレベルがありますけど、メガバンクほどこのブレが大きいんですね。融資出すときはもうとことん融資出しますけど、締めるときはとことん締めるんですね。で、それ地方銀行とか信用金庫になると、そのブレ幅がだいぶ減ってきます。なので、ちょっと不良債権処理がしばらく終わるまでは、本当にちょっと厳しい情勢が続くかもしれません。でもですね、未来と歴史は繰り返すということははてなって書きましたけど、今言ってすごい大きなブレの中の一つなんです、今の融資を占めてるって。1980年代金融機関はですね、バンバンお金、不動産購入に融資を出してバブル経済を生み出しましたね。で、その後当時の大蔵省が総量規制というのを実行して、不動産に対する融資を占めた途端バブルが崩壊して、不動産価格が下落して、金融機関は不良債権処理というのに非常に苦しみました。で、その頃ちょうどビス規制といってですね、自己資本比率をある一定以上に維持しなければいけないんで、貸しぶり貸し剥がしっていうのをやりましたね、2000年ちょっとぐらいの時で。そこで、その不良債権処理が一段落したらどういう動きになったかっていうのは皆さん分かると思いますね。その後一気に逆に触れましたよね。もうバンバン融資出しましたよね。それが不動産ミニバブルと言われた、つい何年か前まであったフルローンで皆さんバンバン融資を出した、お金を借りられた時です。で、それが
ちょっとまたサブプライムとかの破綻もありましたし、もうその前からちょっと不動産を市況は少し下がってたんで、おかしなところがあったんですけど、また一気に反対側締める方に触れましたよね。でこのままずっといくかっていうと、やっぱりそうはいかないわけですよ。金融機関って融資を出して利息を稼ぐことがメインの仕事です。今手数料とかいろんなことで、すごいお金を手数料でやたらめったら高いお金をかけて手数料収入ってのもかなりメインの収益にはなってますけど、それでもメインあくまでも融資を出してその 利息をもらって売上に計上するっていうのが金融機関の生命線なんですね。ですから今貸しぶりとか言われつつも融資出してるところにちゃんと出してるんですよ。ただそれの間口が狭まっただけなんです。前こんなすごい広く開けてたのが今はこういうふうに狭まったんです。今日もケイちゃんの冒頭の話にあって、今日基準を上げなさいっていう話があったありましたけど、本当にそこの融資を借りられる基準が狭まったか広がったかだけの話なんです。でたまたま今は狭まってる。でも銀行っていうのは本当に融資を出さないと生きていけませんので、また今の状況が一段落したら、また融資は積極姿勢になると思います。今は借りられないのかもしれないんですが、またすぐ借りられるときが来たときのためにぜひ準備をしてください。チャンスは準備をしたところの人にやってくるという言葉があります。準備をした人のところにやってくるという言葉があります。せっかくチャンスが来ても準備が取れてなければですね、そこでチャンスがつかめないんですね。ですので、まあ、ちょっと何年続くか分かりませんけども、ずっとは続かないということだけは認識しておいてください。で最後にもう時間になりましたので、最後私からお話をしてさせていただきますが、私は最初冒頭でですね、不動産投資に関しては、破産者も延滞者も一人も生み出していないということで書きました。でもですね、私が金融機関入ったのはちょうど平成6年に入ったんですけど、バブルが崩壊した時に入ったんです。崩壊した後です。でその頃はですね、不動産投資で失敗した人、あるいは企業経営で失敗した人、たくさん目の前で見てきました。ある日突然夜逃げしちゃったり、本当に突然破産したり、あるいはそこまでいかなくても融資返済が苦しくて本当に、毎日の生活も苦しい、そういう人も本当にたくさん見てきました。で破産っていうのは、破産する人、そういう人って確率は低いんですけど、でもやっぱりここにいらっしゃる皆さんがそういう破産の当事者にはなっていただきたくないというのが私のすごい願い、強い願いがあってですね、どうしてもそういう世界にいるとそのマイナスの面が見えちゃうんで、こういうお話をさせていただくんですけど、融資って最近はレバレッジっていう言葉にすり替わってですね、すごいいいイメージに変わってるんですね。借金っていうとなんか悪いイメージなんですけど、レバレッジっていう言葉を使うとですね、なんとなくいいイメージになるんですよ。でいいイメージなんで皆さんいい面しか見なくなっちゃうんですけど、借金は確かにうまく使えば成功するんですけど、使い方を間違えると破綻に追い込まれますん で私本当にそういう人はたくさん見てきましたし、企業に関してはちょっと2社ほど14年間の中で私破産させたことがあるんですけど、まあ、破産させたつも私が能動的に破産させたわけじゃなくて、結果としてそうなってしまったんですが、まあ、その方の、まあ、その後の不良債、債権処理とかいうんで不動産の任意売却と全部付き合ったりして、嫌な思いをしたことがあります。企業に関して1個は従業員100人ぐらいいる企業が破産しまして、その方の従業員のことを考えると今でも辛いんですけど、借金というのはいい面もあれば悪い面もあります。でもちろんいい面をうまく利用していただきたいんですけど、悪い面もあるというリスクは認識していただきたいんですね。でそのリスクをどこまで自分は許容できるのかということを認識していただきたいと思います。そして、さっき言ったような手法で銀行にうまくプレゼンして、銀行と関係を作って銀行と味方につけて、素晴らしい不動産を手に入れて、本当にリタイア生活ですね、不労所得を得ていただきたいなと。不動産取得する目的は、ね、不労所得を得るのが目的であって不動産取得することが目的ではないので、そこをよくよくもう一度見つめていただいて、なんで不動産投資をしたいのかということを考えていただいて、まあ、私のお話は終わりにしたいと思います。